どうもこんにちは、まゆさんです。今回は、8日落ち。確かミッションバトルはね、まあ、何個残ってたんで、もう全部行きます。全部クリアします。ちょっと残ってるやつ見ますね、とりあえず。これパートね、501かな ?500 か501になるはず。元祖妖怪だけ、本家妖怪。まあ、E ランクの妖怪だけで勝てと。とりあえず、そういうパーティー組みます。まあ、楽勝だと思います、これは。E ランク。E ランクおるんかな?そうやったやつ。E ランクはちょっといるか微妙いんですけど。ランク順。E。E ランクいいねー。E ランク、育てなあかんな。E ランクはね、多分全員99いってないんで、本家妖怪、元祖妖怪とかだけで勝てを、やりたいと思います。とりあえず元祖からいこうかな。レベル順にしよう。元祖、元祖。この辺入れとったら勝てるやろ。とりあえず元祖軍。上から順番に行こうか。おい。本家。おぉ。武士にはおるやん、最強の攻撃力、アタッカー。で、元祖。あ、こいつな。元祖、元祖、元祖。おぉ。豪気。賞味。朝勝利、いるけど。あ、普通に、交代できたんか。まあ、とりあえずね、あと2体か。まず勝てるんですけどね、これで。元祖。イケニャン入れとこう。イケメンね。普通のイケメン。イケニャン。くっそイケメンやん。裸足の弦。最強の攻撃力。ここに置いとこうか。とりあえずパーティーを、ちょっとね、変えます。まあもちろんここでしょ。まあ不思議か、豪傑、勇まし。ああ、勇ましで固めた方がええな。ただ。勇まして固めようか。これでいきますもん。余裕勝ちできると思うんで、勇ましパーティー。よし、いっか。早速ね、激強パーティー行きたいと思いますよ、これで。はい。もうがっつり来たよ。GP 貯めると。ミッションバトルですね。で、これの元祖妖怪だけで勝て。まあ、こんだけ強かったら楽勝に行くかなと、いう感じしますね。これで行こう。よし。まあ、多分楽勝でしょう。元祖妖怪で勝て、勝て。ってことは、相手本気で来るんかな?誰来るんや?でるでんでんでるねん。元祖妖怪だけで勝て。このサボラインでかいんやな、しかも。ああ、もう楽勝やわ、これ。ほんどれやオロチ倒そう、オロチ。これ妖怪、これでかいな。妖怪グイもでかい。そして、一旦目。一本。もう一本倒してまおう。いって。オッケー。このクリティカルの強さよ。大久保行ってまおう、行ってまおう。オッケー。もう妖怪グイしかもめっちゃ強いね、これ。ああ、もう武士には圧倒的武力がもう強すぎて、あいつらに手も足も出てんよ、ほんま。まあ、これがね、武士にはのクリティカルの強さですよね。ああ、もうあったわ。早かったー。早かったな、成功。まあ、楽勝でしたね、予想通り。なかなかやるの、賞金 360GP。OK。元祖ハチマキ。何これ。なんかええんかな。ちょっと見てみましょうかね。元祖ハチマキ。元祖ハチマキがあるってことは本家ハチマキもあるんかな?持ち物。てれってー、でれれれれ。多分装備なんかな、あれ。装備っぽいけどな。元祖ハチマキ。この辺ちゃうかな。あ、これですね。本家妖怪ダメージアップ。本家妖怪なんかに負けてたまるか。元祖妖怪専用と。あ、まあ、これの逆バージョンが、あ、もうあるやん、本家妖怪。めっちゃ持ってんやん、デーガ。めっちゃ持ってましたね。ちょっと僕は知らなかっただけです。あれ限定とかでも何でもなかったみたいですね。はい、というわけでちょっと早いんですけど、まあ、元祖妖怪だけで勝て。
これで終わりたいと思います。次、まあ、本教会だけで勝て、いきたいと思います。はい。じゃあ、終わりたいと思います。ありがとうございました。